おさらぎ次郎、おさらぎ次、おさらぎ次郎、1897年、明治30年10月9日から1973年、昭和48年4月30日は、日本の小説家、作家、神奈川県出身、本名は、野尻清彦、クラマテングシリーズなど大衆文学の作者として、有名なほか、歴史小説、ノンフィクション、さらには、 新作歌舞伎や童話などまでを幅広く手掛けた。作家の野尻宝栄、正秀割。神奈川県横浜市営町、現、横浜市中区に生まれた、道成寺の三門の再建や、本堂の修復などを手掛けた宮大工、神兵衛の子孫にあたる。七正助は1850年、開園3年5月27日、木の国日高郡、藤井村、 現和歌山県御坊市藤田城で現米の長男として生まれ、19歳の時に、明治維新を経験して、狭いふるさとを出て、広い世界で活躍したいと、和歌山市の倉田塾、吹上神社の官主、倉田伊の家塾に入り、その後日本郵政に入社、勤勉実直な人だった。清彦が生まれた時は単身赴任で、宮城県石巻支店に勤務しており、 その後四日市に移った。文芸クラブに教科を登場して入選するなど、文芸趣味の持ち主でもあった。横浜市立大田人上小学校に入学後、二人の兄が東京の大学に通うために、数ヶ月で東京に転居し、新宿の筑戸人上小学校に転校。少年世界に二つの趣旨と題する作文を投書し、少年傑作集。 1908年に掲載された。1909年に父が定年退職して一緒に住むことになり、芝八金に転居し、白金尋常小学校に転校。東京府立一中時代の1912年に、兄正秀が言語学者の大島政権の娘と結婚し、その親戚付き合いで、伊藤和ゼの子供たちなどとも親しくなった。 外交官を目指して一中から一高の仏法家に入学した。寄宿寮に入り、野球や水泳に熱中し、歴史と演劇に関心を持っていた。地遇のあった、博文館の竹抜き水が、雑誌、中学世界の主筆になった縁で、1916年に、一高の寮生活をルポルタージュ風にまとめた、小説、一高ロマンスを連載して1917年に、出版。また、 公有うう会雑誌に小説の修作を発表。父の強い希望で東京帝国大学法学部政治学科に入学。在学中には東大教授、吉野作造が右翼団体浪人会と対決した浪人会事件で吉野の応援に駆けつけた。また有島武雄のホイットマンの詩を読む草の破壊に出席したり、中央美術史に翻訳を寄稿したりした。 本題のかさむのに急し、兄方へが編集長となっていた研究者の雑誌、中学生に海外の電気小説の小役や野球小説の創作を掲載した。仲間と劇団、テアトルで美獣を結成、畑中昌波による民衆座の講演、青い鳥にも協力、参加し、これに光の制約で出演していた、東光、本名、原田優子と、 1921年2月に学生結婚する。同年には、ロマン・ロラン、先駆者を翻訳して出版、またカンタ・ダオラと同任し、潜在結成。1921年に東京帝国大学を卒業し、カンタ・ダオの紹介で、鎌倉高等女学校、現、鎌倉女学院高等学校教師となり、国語と歴史を教える。1922年に、 外務省条約局食卓となり、翻訳の仕事に就く。博文館の鈴木徳太郎の地遇を得て、新趣味氏に、サバチに、ゴーグラ海外の大衆小説の翻訳、本案小説を書いた。1923年に、鎌倉高等女学校を退職するが、関東大震災の影響で、新趣味も廃刊になり、娯楽雑誌、ポケット氏に移った鈴木徳太郎から、 時代小説の依頼を受け、ポーのウィリアム・ウィルソンからヒントを得た、はやぶさの源氏を発表。この時に初めて、当時鎌倉市長瀬の大仏の裏手に住んでいたことに、由来するおさらぎ次郎のペンネームを使い、以後これが彼の主なペンネームとなった。続いてゴーグ、夜の恐怖の舞台を幕末に移した、鬼面の老女を掲載して、評価を受け、これに登場するクラマテングという怪人を、 主人公とする連続者、松菱解決倉間天狗を執筆する。1927年、昭和2年には少年向けの倉間天狗者、各米寺氏を発表。以後1959年発表の、深川物語、再開動中期、1965年の、新、倉間天狗地獄大兵器まで、長短47編が書き継がれた。クラマ天狗は、 小野松之助や嵐勘十郎などの主演で数多く映画化され時代劇の定番ヒーローとしても人気を得る。1926年に大阪朝日新聞で初の新聞小説テルヒクモルヒ連載。1927年に東京日日新聞に連載した赤楼浪士は虚無的な剣閣、堀田隼人という架空の人物の目を通して 原禄時代や執筆当時の世相と体制への批判的な視点を持ち込んだことで、画期的なものと言われ、単行本化されて、数ヶ月で六十版を重ねる人気となった。この、阿コ浪ロでシで1928年に、文芸家協会より、渡辺賞を贈られ、また沢田章二郎により、新国劇で上演された。1931年に連載した、ネズミ小僧二郎吉も、 講談などで有名なキャラクターに人間性を盛り込んで大衆文学化した講師といえる。1930年にはフランス第三共和制を題材にしたノンフィクション、ドレフィス事件を発表。1931年から横浜のホテルニューグランドを仕事場とし、白い姉、横浜を舞台にした無敵などの現代小説を発表。1933年に書いた、 ロシアのテロリストカリャー F によるセルゲイ対抗暗殺事件を描いた詩人は日本におけるテロリズム批判の姿勢を表していたが検閲により大幅に削除されて改造に掲載されたカメラに凝り大森吉太郎、沢俊夫、清水康夫らと鎌倉社友会を結成1935年に芥川賞、直木賞が創設されると 直木き商船委員となる。1938年に日本文学振興会が創設されると評議員に就任。1940年には文芸春秋社の報道範囲として中国偽商戦線に赴き、また文芸十五運動講師として満州、朝鮮にも渡った。1943年末から44年初めまで同盟通信社の食卓として 南方マレー、スマトラなど、東南アジア各地を訪問した。その後は日記をつけ始め、また朝日新聞連載の後藤又兵衛の一大記、古事記大将、1945年に、容姿不足のため中絶、少年クラブ連載の、楠木正重の執筆を続けた。1942年に、大西翼3会の支部である、鎌倉文化連盟が結成されると、 久米正さの依頼で文学部長に就任。1945年に設立された鎌倉文庫にも協力した。戦後8月19日に玉音放送の感想、英霊に詫びるの第一回を朝日新聞に掲載、第二回以降は、獅子倉工場、吉川英治、中村直勝。ついで、東国の宮内閣の参与に招聘され。 新聞名建設という役割を与えられて、復興のための強い意欲を持って、準備を始め、治安維持法の廃止、世論調査書の設置、スポーツの振興などを提言するが、内閣は1ヶ月半で総辞職してしまう。1946年に、戦前寄稿していた愛読者でもあった、雑誌、苦楽を復刊させ、人気となるが、戦後の用紙割当てに絡む出版不況の煽りで、 経営は悪化し、自身の原稿料も運営に当てていたが、1949年に廃刊した。1946年には、研究者の学生の主筆となり、1949年まで、鎌倉通信を連載する。1948年に発表した、秘境で、日本芸術院賞受賞。1951年に、初の儀曲、ヤギヒを書き。 尾上菊五郎劇団によって、歌舞伎座で上演、1952年からは、市川海老蔵、十一世、団十郎のための儀曲、若きの信長などを執筆、しばしば演出も手がけた。1954年に、異界洋で入院、手術、また、小山書店、世界大衆小説全集の編集に参加。1956年には、 高等癌の疑いで手術し、これを機に禁煙する。1960年から日本芸術院会員。1961年神奈川文化賞受賞。また1961年にフランスに渡りパリコミューン調査を行い、パリモ湯執筆開始。1962年に第一回科学者京都会議に出席、湯川秀樹らと各実験提示、軍縮、平和運動に加わった。 1964年文化勲章、1965年朝日文化賞、受賞。1967年に明治百年を記念した朝日新聞の企画で、朝日新聞に天皇の世紀連載開始。文壇においては、松本清張が週刊朝日の検証に西豪札で入選した際には激励の手紙を送り、直木賞にも推薦した。1951年には、 他の委員を説得して、久を十蘭を受賞させた。長井美智子が、青御家機で候補になった時もこれを押していた。1936年に、サンデー毎日の千葉亀夫賞の選考委員を務めたが、この時の入選者の井上康氏が、戦後1948年に、人間史に応募した、領重を佐藤春夫が呼んで、おさらぎ次郎に推薦したが、おさらぎはこれを、苦楽に乗せるよりは、 文学界が向いていると考え、領重、東牛が文学界に掲載されて、井上の芥川受賞につながった。1950、51年の直木賞では、ユーモアサラリーマン小説とも言うべき、現氏啓太を強く推薦した。1964年には、長井道子と安西敦子を推薦している。1968年明治百年記念芸術祭、 特別公演として三姉妹が上演される。1969年に劇作活動により菊池博士賞受賞、モライス全州によりポルトガル文化勲賞受賞。1972年5月に中央靴木寺の国立がんセンター病院に入院。病床でも天皇の正規執筆を続けたが、1973年4月25日に、 連載1555回をもって救済。これが絶筆となり、同年4月30日に転移性肝臓癌により、国立癌センター病院で死去。鎌倉大木ガヤの受福寺に葬られた。改名は、おさらぎ次郎子寺この1973年に、業績を記念して、朝日新聞社により、おさらぎ次郎賞が創設された。川森義蔵は回想期で、 1950年の文学界でおさらぎと対談したことをもとに、天皇の世紀は幕末、明治、大正、昭和のどの時代もよく知っているから、それを通じた大河小説を書いてみたいと話していたもので、この大作には小説家おさらぎ二郎の全才能が動員されいると述べている。長兄、宝永の娘、政子を自らの養女にしている。没後 希望により、約3万5千冊の蔵書と愛蔵品が横浜市に寄贈され、1978年に港の見える丘公園におさらぎ治療記念館が開館された。寄贈資料の中からおさらぎ治療研究会会長村上光彦おさらぎ治療記念館研究員福島光一らによって、先中1944年から敗戦後の10月まで、 書かれた日記が整理され、廃線日記として刊行された。また、鎌倉の邸宅は、週末のみ、おさらぎサロウで、一般公開されている。2001年、平成13年には、評論を対象にした、おさらぎ二郎論談賞が新設された。一高時代に書いた、一高ロマンスで、生まれて、初めて原稿料50円をもらった。 以後学生時代から各紙に小文を書くようになるが、そのほとんどは本題に消えたという。一学期分の食費をもらったら、丸前で手当たり次第欲しい本を買って、本棚に目一杯に並べてしまい、一月もしないうちに使い切ってしまうという始末だった。そのため本を古本屋に売ったり、雑誌に小文や翻訳、果ては、時事解説まで載せて、生活を繋いだという。 読むために購入するほか、希少本や豪華本を収集することを趣味としている。側面もあった。後に、丸善に払うために私は原稿を書き始めたのである。私の履歴書と改装している。猫を、生涯の伴侶というほど、大の猫好きだった。猫を題材とした多くのエッセイや、小説、童話を残しており、赤楼市に登場するエスギ結果老秩咲化評部も、 猫好きの設定にしている。童話、スイッチョ猫は、珍しく、他人から依頼されて書いたものではなく、自発的に生まれたものだった、私の一代の傑作と語っている。野良猫を含め面倒を見てきた猫の数は500匹を、くだらないという。猫を5匹までにすることや、猫に対して贅沢をさせないことを遺言で残したが、残された婦人も夫の影響で猫好きになっており、 遺言は守られなかった。夫人が亡くなった後、残された猫たちは、大の猫好きお手伝いさんによってもらわれていったという。鎌倉文史と呼ばれた作家の中では、早くから鎌倉に住み始め、鎌倉をこよなく愛した。宅地開発ブームが鎌倉に押し寄せ、1964年、昭和39年には、鎌倉の聖域である、鶴岡八幡宮裏山。 通称大谷間が開発されそうになったとき、地元の住民と一緒に古都としての景観と自然を守ろう運動を起こした。そして、全国的な運動を展開し、小林秀夫、コ秀美、長井達夫、鈴木大雪、中村光雄、川端康成、横山隆一、伊藤晋水、株木清香から文化人と幅広い市民の協力を得ることができた。この中から、 鎌倉の貴重な自然と歴史的環境は市民自らの手で守らなればならないという機運が生まれ、財団法人鎌倉風池保存会が1964年昭和39年12月に誕生した。その設立発起人及び初代理事となって風池保存会の設立に大きな貢献をした。鎌倉風池保存会の精神的母体となった。 英国のナショナルトラストの日本への紹介者ともなった。これをきっかけに、1966年、昭和41年に超党派の議員立法によって、古都保存法が制定され、同年6月に小谷三輪1.5ヘクタールの買収に成功。このことで、鎌倉風じ保存会は、日本のナショナルトラスト第一号と言われるようになった。 随戦時の最高にも戦後は務め、1949年に、海祖、無双祖籍の無双期600年祭を機に、表千家師範の夫人がここで茶会を開き、その後、毎年恒例でも用された。倉間天狗は当初は、勤労側に正義を求めるスタイルだったが、1927年に、少年向けに、各米自主を書く頃からは、フェアプレーの精神による社会が施行されるようになる。 また、各米紙紙では、少年読者の視点を取り入れるために、杉作少年を登場させ、クラマ狗ンは少年たちにとっても、ヒーローとなっていった。クラマ狗の連作を書き続けることに、やがて苦痛を感じるようになり、水戸の天狗等を題材にした、天狗騒動の、序では、作者は、クラマ狗に対して抱いている不満を晴らすために、この作品を書いたと言っても差し支えありませんとも、書いている。 てるひくもる日は、これもサバチにの、を下敷きにした作品で、これを読んだ、菊池博は、あれは、君、大衆文学の手を全部使ってあるじゃないか。あれだけ書かれては、後のものが書けなくなるよと語ったほどで、連載が始まると評判になって三者協作で映画化、され、また小田富や挿絵の修儀袋やメンなども、売り出されるなど、同時期に、大阪毎日新聞に連載されていた。 吉川英治、鳴門市長と人気を二分した。阿公老子では四十七子を従来の義子ではなく老子として捉え、原読期における柳沢義康ら新しい勢力と手を組んだ官僚政治への旧来の武士道からの反抗として描いたところが画期的であり、その後の中心蔵の物語にも影響を与えた。戦後1952年になって、 阿コ老ロウの不義手の一人である、小山田昭左衛門を、主人公に、大石倉之助らの造形はそのままに、あだうちに疑問を抱いて、義手を脱落していく老子を描いている。1954年の新作歌舞伎、冬の宿でも、昭左衛門を題材にした、楠木正重戦士600年にあたる1935年、オークス百600年記念事業の一端として、 朝日新聞で、オークス校を連載し、五醍醐天皇の置き脱出し室までを、連載百回で区切りとして終了。続いて1943年に、正重戦士号を描く、三隈り物語、正重と大和にまつわる、紀行文、金納史跡暗逆すのキの墓毛を執筆。時代小説、薩摩美脚を、おさらぎは三度執筆している。一度目は1932年に、キング、 講談社に連載され、薩摩から戻った幕府恩蜜が、行方不明となった同僚のために葛藤と対決を繰り返しながら再薩摩を目指すが、大阪の巻を終えたところで連載が中絶。未完のままながら映画化もされた。1946年には、自身が主筆を務める学生、研究者に連載され、行方不明のとなった幕府恩蜜のこの兄弟が父を探して、 薩摩へ向かうという青春小説になっている。三度目は1955年に北海道新聞、中部新聞、西日本新聞に連載され、一度目と同様の辻立てで行方不明の恩密の妻と弟や様々な人物が主人公と複雑に絡み合う物語で翌年単行本として出版された。薩摩美脚という言葉は薩摩へ向かった恩密が江戸に戻れるのは稀である。 ことから、出かけたまま家に帰らない例えとして使われたが、おさらぎは1955年の連載予告で、面白い言葉だし、小説になる事情である。あえて同じ題名を使って、新しく書くのは、自分が、よほどこの言葉が好きだからである。と意気込みを語ったが、前作に比べて、人物の動機や、男女の恋愛心理が緻密描写された作品になっている。 1933年の無敵以来、生まれ故郷横浜の幕末開花期を舞台にした作品に花火の街、幻想、薔薇の騎士、その人などがある。無敵については後に、私は横浜生まれだし、明治時代の古い横浜に教習のようなものを感じて成長してきた。震災の後に、戦災で元の面影が後方なく消えて両つてみると、 無敵を書いておいてよかつたと思っている、おさらぎ二郎作品集1951年後書き、と書いている。1936年に、朝日新聞に連載した、白い姉で、現代小説も書き始め、続く、フランス人形では、ダンスホールで働く当時では、珍しいダンサー姉妹を描き、流れでは、社会不安を感じ始めてきた、昭和初期の若者たちを描いた。 この頃仕事場にしていたホテルニューグランドを嘘晴らしにしばしば抜け出して横浜中華街の酒場や中華料理店での付き合いや人物観察から無敵などの作品が生まれた。軍国主義の高まってきた時代になるとトルコ人の手紙などのエッセイ、現代小説、西洋ノのフィクションなどを通して時代批判を試みた。1930年には改造史で ドレフィス事件を題材にしたノンフィクション文学を連載。これについて自身も日本の軍部が独裁的な傾向を示し始めたのに微弱ながら抵抗する隠れた糸で慌ただしく書いたもの国家における軍部の特殊な地位が危険を絡む性質を示すのが目的だったと述べている。1933年には革命前のロシアのセルゲイ大公暗殺事件を描いた詩人を 解掲載。続いて、ニコライニセヤンを企てたエブのアゼフについて、おさらぎは甘いヒューマニストだった私は、アゼフのような怪物が人間の中から出るのを知って驚きの目を耳張った。この怪物を出生させた社会的条件に注意し、日本がひどく、それに類似しているのを知ったが、すでにそういった作品を発表できる時代ではなくなっており、 戦後1946年になって朝日評論に事例として連載された。戦争末期になると、後藤又兵という狂犬に屈しない純粋な武将の姿を描く、時代物、古事記大将にその場を移す。おさらぎの時代小説は、ビクトル・ユーゴーやジョゼフ・コンラットのように政治から目をそらすことなく、 同時に歴史上の大人物の存在感をしのぐ世界性のあるロマンスとして広がっていくとがある。戦後発表した奇境について自身は戦後に心に刻したある怒りから生まれたと述べ敗戦直後の日本の混乱に乗じたような人々が元軍人のニヒリストと対比して描かれている。また続いて書かれた胸型姉妹、旅路、風船などの作品とともに 山本健吉は、死の時代小説にあったロマネスクな要素は、ここでは、次第に影を潜めてきて、新境小説的な要素が著しく加わってきている、と評している。気境は1955年に英訳され、続いてスペイン語、イタリア語、ノルウェー語、フィンランド語で刊行されている。旅路も1961年に英訳、続いてスウェーデン。 フィンランド語に訳される。気境について、ネーション誌では、戦後の日本の他に、類例のない生活風景描写の中で、この小説は、人間の寂しさ、愛情、恐怖、及び貪欲の普遍性を扱っている。と評した。白い姉に登場する、モダンガールサホコが告白する、所有物から感じる息苦しさは、サルトル、オートに描かれる。 実存の不安と同質なものであり、人間が持ち物から影響を受ける点で、マルクス初期の阻害論に近いものであること、また、黒潮では、ピエール・ジョゼフ・プルードンの、財産は盗みであるという命題をもとにしたセリフがあることを、村上光彦は指摘している。井上康氏は、日本の文壇には一つの特別席があり、その席に座っている作家として、泉京香。 ついで、谷崎淳一郎、そしておさらぎ二郎であると述べている。都築道夫は、おさらぎ二郎の文体模写に励み、初期の時代小説では、角田菊くが書くような電気小説を、おさらぎ二郎の文体で書いたものだったと述べている。作品詳細は、蔵間天狗の項目参照。蔵間天狗については、蔵間天狗、赤穂浪士については、赤穂浪士を参照。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。